今回はコーラを使った豚の角煮の作り方を見た外国人の反応です。鶏手羽のコーラ煮や豚バラのコーラ煮など、日本では割合一般的な料理であるコーラ煮、人によってはコーラ煮という字面だけで拒否感を覚えてしまうかもしれませんが、炭酸の効果によりお肉が柔らかくなり、また甘みが味付けにちょうど良かったりと、コーラはお肉ととても相性のいい調味料として知られています。海外では見たことも聞いたこともない人が大半なようで、コメント欄にはコーラ煮の存在に驚愕する外国人が続出していました。Thank you.